難産の末に彼女は言った。卵焼きを笑う寿司屋は卵焼きに泣く。コケコッコー。カツオの出汁を入れて焼くのがいわゆる出汁巻き、もしくは厚焼き。魚のすり身を入れるのが薄焼き。この卵焼き、実は彼女も知らない秘密があった。それは渡辺、渡辺、さゆりさん。私さ、前からあんたとエッチしたかったんだ。え？あ、まあいいかな。翔太くん、好きだよ。え？愛してる。翔太くん。え？翔太くん、翔太くん、翔太くん、ごめん、しんごくん、僕はあの、あ？もう8時だよ。え？ほら。北の空の色は今日何色ですか？東京の空の色はお世辞にも美しいとは言えず、でも俺は日本一の寿司屋を目指し、毎日を全力で走ってます。大鳥寿司に来て1ヶ月が過ぎました。この手紙で3通目になります。渡辺、君は北の町でどんな日々を過ごしているんですか？これは俺の一方的な希望なのですが、できれば返事を、できれば、できればです。焼いてみろ。は、卵焼き。兄さんほんまでっか。あの、でも今度親方に見てもらうからな。あ、翔太、新子なんかと違ってお前は出世坊やの。たった1ヶ月で合わせずに卵焼き。これ5年も先輩のサジをズッコーンと追い抜いて、あっちゅう間につけ場で握らせてもらえるんとちゃうか。そうじゃん。ほか寿司屋はそんなに甘ない。記念に。何の記念？寿司屋はそんな甘ない記念。よかったね翔太くん、僕応援するからさ。慎吾くん頑張ってる。翔太くん好きだから。ありがとう。でもうちの卵焼き半端じゃないよ。卵焼きの味で寿司屋は決まるって言うからね。その味を今まで任されてきたのは誰だ。サジさんです。そうだ。
大政の兄さんに金でも渡したのか。そんな、じゃなきゃおめえみたいなお見舞いする宅に客を焼かせるわけねえだろ。そんなことしてません。僕たち貧乏ですから。早く小樽の貧乏寿司屋に帰ったらどうだ。ああ田舎が恋しくなったんじゃねえのか。お前最近顔に泣きが入ってるぜ。それとも女にでも振られたか。翔太君、泣いてやる。絶対に。日本一。翔太君って本当何でも知ってるんだね。僕なんか卵焼きの材料さえ集めらんないよ。昔父さんが作ってたのよく見てたから。父さんがね。何？乾かしてんの。でも僕ら今からここ。あんたたちこそ今日休みでしょ。卵焼きの練習しに来たんです。卵焼き？焼けるわけないじゃん。焼けますよ。大体こんなことやめなよ。あんたってさ、怒ると結構かっこいいかも。何それ。卵焼きに混ぜる割りです。だしとみりん、それから醤油に砂糖と塩が入ってます。なんか美味しそうじゃん。この割りが合うほど卵焼きは美味しくなるんですけど、その分焦げやすくなるから割りを混ぜる加減が難しいんです。なんでエビなの。エビのオムレツでも作る気。卵焼きです。オムレツって言ってもいいじゃん。すりつぶすんだ。白身の魚でもいいんですけど、芝エビの方が甘みが出るんです。見た目より頭いいんだ。でも頭で浮くわけじゃないから。慎吾くん、ねえねえ、卵は入れますよ。川田くん。何。さゆりさんは卵を忘れないように言ってくれたんだよ。忘れないよ。これ卵焼きだよ。オムレツとも言うけど。卵焼きってこうやって焼くんだ。どう？なんか硬くてボソボソしてるよ。ほんとだ。やっぱ焼けるわけはなかったか。オムレツでも焼いてるの？卵焼きです。寿司屋がオムレツなんか焼くわけないんじゃない？そういう言い方しなくても、だいたいお母さんちょっと気取って卵焼きのことオムレツって言っただけなのに。はいはい。だってさ、卵焼きって英語でオムレツって言うでしょ。フランス語。嘘、英語よ。お母さん学校でそう習ったんだから。なんならお父さんに聞いてみる。あの人のことだから卵焼きは卵焼きだって言い張るに決まってるでしょ。
英語でオムレツって言うわよね。オムレットです。でもこれは卵焼きっす。どっちでもいいわ。あららららら、うちの卵焼きはふわっとして柔らかいから折れずに両側がつくんだけど。え？いただきます。はい、お待たせしました、卵焼きです。すいません。高志、ほら食え。母さんの味だぞ。高志。すいません。大丈夫です。すいません。大丈夫です。大丈夫ですよ。卵焼きピン。高志、横もいっちょ。大丈夫です。あ、やります。はい。高志。高志。これすいません。お釣り。よし。ちょマサさんのこと私大寿司これおいしい。兄さんはなんで翔太に卵焼きを焼けたなんて言ったんすか。俺にそんなん言うても知らんわね。本当は知ってるんじゃないですか。知らんっちゅうねん。親方が焼かせ言うたんちゃうか。親方が知らんでちゃうかっちゅう話や。なんでなんで翔太ばっか怖いねん。ヤクザかお前は。ヤクザになって寿司が握れるなら俺はヤクザになりますよ。おう翔太はどうだ。なかなか苦戦してますね。親方、翔太に卵焼きを焼かすなんてのはやっぱりちょっと早すぎるんじゃないですかね。高い目標を置いてやることがあいつのためになる。いや私もそれはそう思いますけど、でもこのままじゃプレッシャーに負けて折れちまうんじゃねえか。折れるなら折れればいい。折れる人間はどこにいたって折れるもんだ。伸びる人間はどこにいても伸びるがな。お茶って、積まれても積まれても
春になればちゃんと新芽を吹くものなんですよね。たまにはこういう日も必要だ。東京に出てきてからまだ一日も息抜きしてないだろう。お前の欠点は頑張りすぎることだ。何がそうさせてるのかは知らんがな。これから3人で力を合わせて巴寿司を日本一の寿司屋にするんだ。うん、日本一。だが人間頑張りすぎるとある日突然プチンと切れちまう。で田舎に U ターンしちまう。ミハル、俺が東京に行くわ。分かってる。必ず戻ってくるからな。この S 字に。だができないことはいいことだ。俺たちの仕事で行けないのはダメだと思った時だ。だがもっと行けないことがある。それはできたと思った時だ。わかるか。はい。動物園はいいぞ。人の心が柔らかくなる。ありがとうございます。で、どうだ、はい、卵焼き。あのそれがなかなかそりゃそうだ。大鳥寿司の卵焼きがそう簡単に焼けてたまるか。ほら、あの子。ダメ、キャルはお友達ですよ。ダメ、やめろ。待ちなさい。君ね、すいません。君、すいません。どこ行ったんですか。高橋君だっけ。高橋君、どうして猿山にあんなもの投げたの。嫌いだから。猿が。ここ。え、たかし。大鳥寿司の関口翔太です。植木鉢を。ええ。たかし、なんでそんなこと。嫌いだから。だいたいどうして一人で動物園なんかに。たかし、1年前に女房と別れましてね。それ以来高志のやつは今はタクシーの運転手をしてますが、あの頃はもうろくに仕事もせずにブラ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 してて。ですから当然です。私に愛想を尽かして女房が出てくのも当然ですね。いや、全くお恥ずかしい。初めて会った方にこんな話を。あの、どうして大鳥寿司の卵焼きを高橋君に。ああ、最後は、いや、女房は高志の誕生日にいつも卵焼きを焼いていたんです。高志はいつもうまいうまいよって言って喜んでました。
なのに高志は自分を置いてあの家を出て行った最後のことを憎んでます。離婚は私と最後の問題です。高志は全然関係がない。全然。なのに。ですから誕生日に思い出の卵焼きを食べれば、高志は優しかった最後のことを。だけど大鳥寿司の卵焼きじゃ同じなんですよ、味が。え？でも最後の卵焼きはもう二度と食べさせてやることが。最後は半年前に交通事故で亡くなりました。前田さん、俺に高橋君のお母さんの卵焼きを焼かせてもらえませんか。お母さんのことを憎んでるなんて俺には。いくら努力しても一人前にはなれないと思うよ。もちろん大鳥寿司の曲なんか絶対に焼けないね。早く小樽の貧乏寿司屋に帰ったらどうだ。え？田舎が恋しくなったんじゃねえのか。最近顔に泣きが入ってるぜ。もしもし、お兄ちゃん。美晴、元気してたか。うん。お兄ちゃんはバリバリだよ。そっか、バリバリか。よかった。父さんは。うん、全然平気。バリバリ握ってるよ。そっか、よかった。お兄ちゃん、俺のことは心配しないでくれって父さんに伝えてくれ。頑張ってるからって。じゃあまた電話する。おやすみ。おやすみなさい。翔太、頑張ってるのか。うん、バリバリ頑張ってるって。そうか。お父さん、無理しないで。いや、大丈夫だ。ちょっと痛いだけだよ。でも、お医者さんは。いいな。翔太にだけは余計なことを言うなよ。
あいつは今必死で泳いでるんだ。激流の中を必死で泳いでる。横を向いてる暇なんかないんだ。まっすぐ前を見つめて全力で泳ぎ続けなきゃいけない時なんだ。寂しいんだよ。わけわかんねえ。アナゴお待ち。アワビお待ち。どうだ、玉は焼けたか。てめえには永久に無理だと思うぜ。なんたって才能がねえからよ。この道諦めて早く田舎に帰った方がいいんじゃねえか。まだ帰りません。痩せ我慢すんなよ。とっとと帰りな。帰りません。どうした？いえ、何も。サジ、あれ、わさび頼むわ。はい。すみません、こちらに息子がお邪魔してませんでしょうか。え、前田さん。あ、関口さん、たかしがまだ学校から帰ってきてないんですよ。え、どこ行っちゃったんだよ。関口さん、いましたか。どこにも。そうですか。まさか。前田さん、高志君は本当はお母さんのことを。え、本当は
子供のために卵焼きの作り方を。ええ。お疲れ様です。あ、お疲れ。それで東京からわざわざ。はい。だけどね、紗友子さん子供のこと嫌いだったみたいだよ。そうなんですか。うん。だけど東京からじゃ大変だったでしょうね。随分かかったでしょう。ねえ。どうしたの？いえ、俺も頑張んなきゃなと思って。頑張ってね、お兄ちゃんね。頑張るって言葉はさ、どんな時も頑張るってそういう意味あんだよね。ね、そうっすね。そうだ。ね、お兄ちゃん、確か紗友子さんのノートがね、ロッカーに残ってたと思ったんだけどね。ノート？うん、料理のことがね、いろいろ書いてあったからね。多分、卵焼きのことも書いてあった。本当ですか？あの、そのノートって。そして毎日は します。いらっしゃいませ。今日は高橋君のために貸し切りです。え、はい、どうぞこちらへ。どうぞどうぞどうぞ。はい、はい、ここの席へどうぞ。座ってください。食べてごらん。高志、いただきなさい。こんなの。高志くん、お母さんが焼いた卵焼きの匂いだろ。高志、高橋くんのお母さんが書いたレシピです。え、いつかまた高橋と暮らせる日のために、高橋の好きだった料理のレシピを書くことにする。
なぜなら忘れてしまったら大変だから。日記風に書かれてます。ハンバーグ、たかしはハンバーグが大好きだった。そのハンバーグにはたかしに秘密で、たかしの嫌いな人参のみじん切りが入っていた。たかしは体が弱かったから、こうでもして嫌いなものでも食べさせなければいけないと思っていた。でもそれがバレて、たかしがスプーンを投げたので怒ったことがあった。たかしはポロポロと涙をこぼしながら、ごめんなさいと言った。スパゲッティナポリタン、トマトピューレにリンゴとセロリをすりおろして使っていた。たかしは果物や生野菜をなかなか食べようとしなかったから、本当にたかしの好き嫌いには困った。でも今はそんなたかしの顔が懐かしい。カレーライス、カレーライスにも秘密があった。たかしの健康を考えて、たかしが飲まない牛乳を混ぜていた。でもたかしはちっとも気づかなかった。うまい、うまいよと言って食べていた。あの笑顔が忘れられない。あの幸せな時は二度と戻っては。卵焼き、卵焼きはたかしの誕生日に決まって焼いていた。たかしの一番好きなものだったから。今でも手がかゆくなると喜ぶたかしの顔を思い出す。どうして私はたかしを置いてきてしまったのだろう。後悔している。とてもとても後悔している。もしもしも神様が許してくれるのなら、もう一度たかしと一緒に暮らしたい。もう一度たかしのために卵焼きを焼きたい。最高。私が不甲斐なかったばっかりに。お母さんの卵焼きだ。
母さん、お母さん。この辺で結構ですから、本当にありがとうございました。高志、関口さんにお礼言いなさい。すいません。いえ。それじゃあ失礼します。高志。高志くん、記念に。お兄ちゃん、猿の親子っていいよね。あの中でいつまでも一緒に暮らせるんだもんね。高志、高志くん、男ってのはさ、いつかは一人になる時が来るんだ。でもそれに負けちゃいけないんだ。お兄ちゃん、僕大きくなったらお寿司屋さんになるよ。頑張ってね。よし、約束する。それじゃあ。翔太君、僕寿司屋になってよかったよ。東京の空ってさ、思ったより綺麗だよね。渡辺、人はどんなに離れていても心は通じ合えるものだと俺は思いました。お願いします。よくぞここまでやった。合格だ。ありがとうございます。修行に近道はないぞ。だが遠回りもない。一日一日を積み上げていくだけだ。はい。翔太くん、おめでとう。だけどあのレシピには卵焼きの材料は書かれてなかったはずだろ。なのにどうして。手が痒くなると高志くんの顔を思い出すって書いてあったろ。それがヒントだよ。山芋だよ。
山芋が入ったんだ。おっと、まずいちまったよ。よかったじゃねえかよ、卵焼きができて。いえ、まだできてません。もっと修行して、もっともっとうまい卵焼きができます。こいてんじゃ。渡辺、俺は明日も頑張ります。いっぱい一寿司クイズ、予告と答えは CM の後で。勝てないんですか。お出返し一手ですか。負けたら二度と言わない。バカ者、お前のような奴は家にはいらん。ホテルに帰れ。渡辺、俺はもうダメです。樋口くん、おさ正解はわさびでした。